野獣先輩ってあれでしょ、ダメだよって言われた。うわ気まず。なんかお茶の間が静かになるやつやん。そう凍りついた。はいどうもじゃあ元気です。今回は52月参加勢ワン君とラーニン君に来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラーメン、ラーメンも挨拶。あーこんにちは。こんにちは。いやなんかついにこのメンバーって感じするな。ワンとラーメン。ワンは何歳でしたっけ。ちなみにワンは14の中学3年生です。中学3年生です。でラーメンくんは何歳ですか。3歳の幼稚園児です。だからだいぶもう動画撮影慣れてきましたねラーメンさんは。まあ小学6年生か。小学6年生11歳ですね。チャンネル登録よろしく。2人ってどういう風に52かと知ったの。教えてもらった。誰に。お友達。あ、そう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 。ちなみにそのお友達とは今もお友達なの。 No。 どう。なんで仲良くなくなっちゃったの。いや、うん、ちょっとね、うん、さしてください。あー、まあなんか良くないことが起きたんだろうな。はい。あ、ダメだこれ。ワン君いねえ。音声だけ。そしたらもう今回はワン君はおしゃべりだけで行こうか。はい、まさかの、まあ、ほんじゃ俺とラーメン君でじゃあエイペックスやるわ。ワン、じゃあワン君はどういう風にさ、50人かと知ったの？もともと、ね、いろんな実況者のマインクラフト見てたら、うん、1万メートル歩いてみたが出てきて。懐かしい。あれロゼックピン企画か。夏一番最初のやつが出てきて、うん、こんな人いるんだと思って見てたら10人クラフト知った。結構最近のクンキッズ使うんだワンは意外と。じゃあワンってさ、その50人カット知ってからさ入るまでめちゃめちゃ近かったんじゃないの。そう、その前からねマインクラフトアカウントはあった。あ、そうなんだ。まあだけど中学生だしそういうもんか。その昔から逆に BF から知ってますとか言い始めたら怖いわワンが。それがガチで怖いもんそれは。いや無理無理無理。だって BF から知ったクンキッズって俺と同じレベルになるから。そんなところで同じラインになったで怖いもんな。チャンネル登録忘れてない。じゃあさ、2人ってさ、まあ、小学校、中学生、まあ、世間一般的に言うと、まあ、クソガキ、まあ、クソガキと言われる部類だと思うんだけどさ、その50人カットってやっぱね、意外とまあ、もうなんか大人な人が多いと思うよ。大人ばっかりでさ、大変だなーって思ったこととかあったらさ、教えてほしい。お母さんとの接し方が。あー、まあそうか。ラーメンはこれから思春期を迎えようという、まあ、年だもんな、小学6年生って。そうそう。そうだね。まあなんか変な宗教ネタもそうだけど、変なエッチなネタとかもまあ多く取り扱うからね、50人カットは。あの野獣先輩とかダメって言われた。あ、ダメって言われたの親に。うん、どんな風にダメって言われたの。野獣先輩ってあれでしょ、ダメだよって言われた。うわ気まず。お茶の間が静かになるやつやん。そう凍りついた。そりゃ俺もう嫌だわ親にそんな言われただけ。確かにワンはなんかそういうのある。つまんなんだっけ。おいお前、お前クソガキ、お前エーペックスもやらずに聞いてんのにてめえ。そう大人ばっかりで50人カット大変だなって思うことね、ちょっと教えてほしいっていう。アボの人が怒ってたりするの怖い。あー、怒られることあんのワンとかラボの人に。この前ね VC してた時に、その VC にプロディディとデデさんがいたわけなんだけど、デデさん呼び間違えておいディディって言っちゃった。それはやばい。ディディブチ切れだよ。俺はそんなバカじゃねえっつって。まあ切れるかもな。彼と一緒にするなって言われた。あー、それはやらかしたな。まあだけどディディは優しい。ディディじゃないわ、俺も今間違えた。やばいやばい、俺も間違えた今ディディとデデ。まあだけど、まあ、デデ優しいから、まあ俺もこうやって言い間違えて、まあ俺が言い間違えたら怒るかもしんないけど、さすがにワンが言い間違えて怒ることは多分ないと思うから。酒癖はあいつ相当悪いしゴミカスだけど、そこはさすがにそういうのないと思う。学校ってさ、2人とも小学校中学校通っててさ、友達どれぐらいいる。3人。あ、3人ちょっと少ないね、小学生にしては。あれなの、ラーメンは結構なんか少ない友達で楽しむタイプなの。いや多くても管理できないから。お友達作り得意、大丈夫。それと友達ができない、うん、ああ、やっぱりそうだよね。なんか俺はそんだけ、俺むしろ多分本当の理由は多分後者でしょ、完全に後ろの方でしょ今言ったのが本当の。まあだけど、まあだけど俺が友達だからラーメン君は大丈夫だよ。てかまあそもそも言うと5人か3かでみんな友達だから安心してほしい。ねえ、ワンもラーメンとね、仲良くしてるっしょ。うん。な、友達じゃん。いいじゃん。
たくさんだね。よかったよかった。ちなみにワンさんはどれぐらい友達いるんですか？仲良くしてる人たくさんいるよ。あー、なんか仲良くしてる人はたくさんいるけど、めっちゃ仲いいってわけでもないって言いたいの、もしかして？そう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 。あー、なんか腹八分目ぐらいの友達がたくさんいるパターンか。そう、腹二分目くらいの友達がいる。めっちゃ腹二分目って全然埋まってねえし。挨拶するだけ。あ、ほんと、大丈夫？親友とかいる？あ、いるいる。あ、いる？あ、な、まあ親友みたいなのが何人かいるなら、中学校とか卒業したらさ、結局絡む友達とかたくさん、めちゃめちゃ仲いいとたくさんいても、結局最後に残るのは2人とか1人になるから、まあそれぐらいで全然いいと思うけどね。学校でさ、なんかくんさんの話とかって2人はすんの？なんかくんケツそもそもいる？学校に1人いる。いや、いるんだ、小学生でも。うん、マジ？どういうきっかけでくんさん知ったんだろうね、マジで。いるんだ。うん、話したことない。あ、話したことないの？え、友達になったら、え、お前くんさん知ってんの？え、俺さ、実はここだけの話、ラーメン、俺ラーメン、ちょ、これ内緒だ。ちょ、俺マジくんさんとマジダチだから、今度一緒にくんさんと喋らんとか言って友達作ったやん。友達できるやん、それくんさんダチに友達作ろうや、ラーメン。いやだね。いやいや、いける、やろうやろうやろう。友達たくさんできるよ、それで。無理無理。え、くんさん、くんさんと坂本のラーメンさん、わあすごい、お友達になりましょうっつって。ないない。いや、いいじゃん。ちょっとコウタンが N 校でバレるみたいなのと同じような感じでやってみてほしいな。いや結構それ、結構くんケツ推奨の友達の作り方だよ。自分でそういうのをちょっと明かしてってさ、身分を明かしてさ、マウント取って友達作るの嫌だね。あ、ダメか。じゃあ、あんまり目で見られる。まあ絶対見られるだろうね、まあネタバレをすると。俺は絶対そういうやつは友達になりたくないな、ちなみに。うん。あ、待って、目の前いる。やべ、あ、待った。よっちゃー、コク開ける。マジ？ポータルナイス。それで逃げよう、一体。多分あいつ一人だから逃げるわ。ほー、ナイス。多分起こせる、普通に起こせる。ナイス。じゃあワンはさ、学校になんかそういう友達とかいんの？たくさんクンケツいるよ、中学生は。やっぱり、やっぱ中学生ぐらいが一番多いんだな。なんか小学生だとちょっと混ぜてる感じだもんな。あのネタわかんない。野獣先輩とか多分小学生には早いと思う。ちょっと難しい、今性的な話とか宗教的な話難しいもんな。汚染されてるから。ラーメンはだいぶ混ぜてる方だと思う、そう考えると。わかるようになってきちゃった。ああ、え、じゃあワンとかさ、大丈夫なの？リアバレとかもしかして知ってる？まずい。やあ、じゃあこの声出し動画でなんか知る可能性もあんのか？あ、全然あるっていうかもう、呼ばれてるらしいですよ。え、ちなみにそのクンキッズの友達とかはいるの？あ、うん、そうそうそう、いるいる。あ、いるんだ。で、友達じゃない人以外にもめちゃめちゃクンキッズがいるってことか？そう。あ、やばいな、もうなんかいつバレてもおかしくないじゃん。え、ワン、ちょっと下の名前教えてよ、下の名前。いや、ちょっとまずい、本当にやばい。動画関係なしのガチの焦りじゃん。ちなみに俺あれだよ、中学校高校大学大人になっても俺リアバレっていうかしてるよ。てか俺つい最近バレて、これ動画でそういえば一回も話してないけど、リアバレしたわ、仕事で。今働いてる仕事で。いや、今働いてる仕事でさ、休憩室でぼーっとしてたらさ、おいお前カイキングやろって急に言われてさ、めっちゃ俺怖くてさ、えみたいななってさ。だけど俺その時めっちゃ不機嫌やってんよ。そういうのうざいって言って、ちょっとその人怖かったから、ささ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 って逃げてった。ゴキブリのように逃げてった。答え合わせじゃん、もう。そうそうそう。てかその仕事の人だけど、俺一回も一緒に仕事行ったことないし、なんか喋ったことも一回もないはずに、どうやってなんか俺がハイキングってしたのかわかんない。見た瞬間わかったのか。え、だけどマスクとか帽子もかぶってたから分かりづらいはずなのに、なんでわかったのかわかんないんだよね。めちゃくちゃ怖かった。その動画ガチ勢かもしれん、ショート動画で。かなぁ、怖い思いしたんで、まあネットには顔を出さないでおきましょう。これが俺に言えることは。意外と俺レベルでもなんか結構怖い思いするんで。待って、近くいる敵。上いるわ、気をつけて。敵来る。やばい、うわー、レースうんま、こいつマジか、悔しい。左右から挟まれた。ね。
え、ちなみに2人ともってさ、部活とかって入ってんの？部活ね、うん、部活あるよ。何入ってんの？パソコンだね。もうなんか、解釈通りって感じだな。23時58分とかと同じ感じだね。そうだね。なんでパソコン部入ったの？いや、興味本位で。あー、典型的だね、ラーメンくんは。これからの未来も多分明るいよ、空気的には。暗いだろうね。暗いだろうね。いや、まあ、空気的に明るいから。え、ワンくんはどういう部活入ってんの？吹奏楽に入ってます。吹奏楽？意外な部活で、なんで吹奏楽を 入ったの？音楽が好きだから。あ、そうなんだ。吹奏楽って結構肺活量とか大変だから。文化部だけどランニングとかさせられるんでしょ？そう。うわー、ほんと良くない。ほぼスポーツ系の部活と変わらんからな、やってることは。大変や、それしたから。筋トレの時間もでした。筋トレもすんの、文化部なのに。あ、思いがき持ったりとかするからか。頑張ってください。まあ、さっき俺がさ、ビバレの話をしたじゃん。え、二人はさ、もしもさ、まあいずれなんか学校の友達とかにさ、え、お前ワンじゃね、お前ラーメンじゃねみたいなこと言われたらさ、え、どういう風に回避する予定？いや、とぼけ顔でいきます。いやー、絶対無理だ。俺ワンのとぼけ顔、ワンじゃないよ、ラーメンとぼけ顔多分俺一瞬で俺分かる気がするなー。お、いや、お、いや、無理だろお前。無理だろ。なんか口笛とか吹き出すた感じだろ絶対お前。バレバレだってそれ。多分もうちょっとなんかうまい回避方法を探した方がいいぞ。ラーメンは Google 検索で見バレ回避法検索。こっち。かわいい。え、ワンはどうする？見バレした。てかワンが一番この中じゃ次に見バレする確率高いけど。ちなみに空気っつうか溢れてる学校には、だから、うん、逆に堂々とするね、バレたら。あ、バレたら？そうだけど何？よくわかったねみたいな。うわー、なんかそれもそれでなんか結構知ったやつがさ、悪いやつだったらさ、それこそなんか卒業アルバムばらまいたりとかさ、まあ、名前ネットにばらまいたりとかさ、まあ、犯罪なんだけどさ、こんなのとかされるかもしんないから難しいな。そのあんまり悪い友達にはバレないようにしてください。でもゲームアカウントとか新しくもう一つ作っといた方がいいかもしれない。ツイッターを作ってる。あ、ツイッター作ってんだ、えらい。リアカってやつやな。まあ、頑張ってください。これからの見割りに気をつけてください、はい、あなたたちはまだ未来が長いので。訓吉としても気をつけてください、はい、というわけで今回はこの3人でエイペクシナーを雑談してきました、はい、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。